ライフォースの池田です。おしゃべりマシンガン福岡の街を熱くするぜ、イエーイ。福岡の未来を盛り上げる。皆さんこんにちは、マシンガン山北です。最近ずっとね、 YouTube チャンネルの方で野球のお話ばっかりで飽きませんか？大丈夫ですか？今日ですね、まだ春なんですけど、まだシーズン始まってですね、ね、まだ4月っていうところなんですけど、ちょっと今日ね、だいぶ早く散りますけど、ね、次の、ね、次世代の監督候補っていうところをちょっとお話ししていきたいなっていうところがあってですね、これはちょっと長期にかけてですね、お話ししようかなと思っております。っていうのがですね、まずパリーグからお話しするんですけど、今ね、ソフトバンクホークスの方は工藤監督の方が長期政権の方でさせていただいてるんですけど、まあね、例えば今年優勝した、優勝を逃したってしてもですね、次は、誰が来ると思います？小久保監督が来ると思うんじゃないかなと思うんですよね。まあそこでですね、小久保監督だと思うんですけど、その次って誰なのかなっていうところを考えたんですよ。私の中ではまだ今現役で投げてますけど、和田投手が硬いのかなって見てます。まあ、で和田投手っていうお話ししたところでですね、まあちょっといつかですね、ちょっと面白い話題もお話ししますけど、今日は簡単にですねお話しすると、ホークスの次の監督は多分私の中では、まあ、小久保監督、その次は和田投手じゃないかなっていうところを見ております。で、本当はですね、平石監督も見てみたいところなんですけど、まあね、ちょっとホークス出身じゃないっていうところもありまして、一度二軍監督とかするのかなっても見てるんですけど、やっぱ手放してほしくないですね、人材なんで、今日は簡単にお話をさせていただきました。次に西武ライオンズなんですけど、誰が来ると思いますか？今2軍で松井一夫監督がやってるんですけど、僕ウルトラシー秋山監督、元ね、前ソフトバンクの監督なんですけど、あるんじゃないかな、見てるし、意外と辻監督もう1年っていうか、もうね、今年逃したら、ただ今ね、外国人選手が戻ってきたり、まあ、セカンド結構ね怪我多いですけど、潜在能力っていうかですね、ポテンシャルはですね、やっぱ西武ライオンズ強いし、どんどん若手が育ってきてるっていうところで、私は松井一夫監督でそのまま行くのか、2軍からですね上げていくのか、秋山監督が来るのかわからないんですけど、秋山監督をもう一回したいんじゃないかなっていうところを見てるんですよ。はい、次にですね、ロッテなんですけど、難しいんですよ。井口監督、鳥越コーチ、まあいろんな面でホークスの方からですね、いろいろ来たり、まあ松中ね臨時打撃コーチが来たりとかですね、ホークス職があったっていうところをですね、一回崩して福浦監督が路線で入るんじゃないかなって見てるんですよ。その後誰が来るのかなっていうところがあるんですけど、もうそろそろ井口野球もう1年もう2年するのかなっていうのもあるんですけど、なかなかねメジャー出身の監督さんがね成功してないっていうこのご時世っていうところでですね、なんかちょっと難しいのかなっていうのもあってきます。次にですね、日本ハムファイターズなんですけど、もうちょっと栗山監督は私の中でね、もう今年までかなーと見ております。次に稲葉監督が来るのか、小笠原監督が来るのかっていうところを見ております。思い切り田中幸雄監督、違うんだなと思って、皆さんの中ではどういうところをね見てるのかなっていうところをですね、私は考えております。その中で一番難しいのがですね、2球団あるんですよ。2球団。もう分かるでしょ。楽天とオリックスなんですよ。オリックスは田口壮監督が規定路線かなっていう部分はあるんですけど、
今ねやっぱ絶対的な部分ではイチロー監督っていうのが欲しいと思うんですよ。でも絶対イチロー選手はないと思うんですよ。ここ数年間今、まあ、高校野球ものねコーチもやってるし軟式野球ただね巨人の桑田投手みたいにあのコーチになったっていうところがあるんで、うん、ここは読めないっていうところで私はもう一回ですね、あのね元阪神の岡田前監督、まあ、オリックスでも経験ありますけど岡田監督が来てもいいのかなって思うんですけど、まあ田口ねそうね選手もメジャーで苦労人で活躍されてますんで、まあ、そういうねあのノウハウをねやっていくと面白いのかなと思うし、サッカーと違ってですねサッカーをフォーメーションを固めるそこに配置するっていうのがあるんですけど、野球の場合はこれあの適材適所っていうのも確かにあると思うんですけど、やっぱ何十試合しますで生きた人間の球が来ます打ちますっていうところで、あのね打率の問題とかもあるんですけど、サッカーと違ってやっぱねあのライセンス制度っていうのがないんでちょっと難しいところになってくるんですよね。まあ、そういったところを見るとですね、まあオリックスちょっと難しいなと思って、またこれ今後お話ししていこうと思ってます。で楽天石井和久監督がやってますけど、その次なんですよ。 GM してこうして田中マー君取ったあれだけの戦力っていうところで次誰が来るのかなって読めないですよね。梨田監督来ましたとかで三木谷ね会長の考え的にはやっぱ長期の監督っていうのがないんですよね。で野村さんの礎とかもいろいろありましたけど、次誰ですか。やっぱ平石さんを取ったのは大きかったと思うんですけど、またでも平石さんの中では楽天って心あると思うんですけど、ここはホークスが手放しちゃいけないというところで、楽天だけがですねどうしてもあの監督はちょっと難しいんじゃないかな、私読めないんですよね。誰が来るかわからないんですよね。思い切って岩隈久志って行きたいんですけど、パリーグを盛り上げるんだったら山崎武史なのかなと。山崎武史選手ですね、ホームランを野茂さんの礎も築いてますし、なんか見てみたいなっていうところがあって、今見た中でパリーグなんですけど西武出身の監督やっぱ多いと思うんですよ。まあ西武出身っていうかですね、まあ昔のその森野球、例えばね、森野球とかですね、まあ、そうですね、根本野球とかですね、気づいてるあの野球が結構多い中で、投手出身の監督ってなかなか大成しなかったんですよ。まあ、そういったところがですね、次お話しするセ・リーグになるんですけど、セ・リーグはまたちょっと次に持っていきますけど、配信のためにちょっと分けてるってわけじゃないんですけど、深掘りすると、監督で選手が生きる生きないっていうのはやっぱそれはもうどのスポーツでもあると思うんですけど、今回ばかりは本当にですねもうそろそろですね、私が今言った6球団の中で限界地点を与えるならロッテと日ハム、そろそろかなーっていうのは見てます。もう日ハムはもうね、サッカーだったらスパンってあるんですけど野球がそれないですもんね。そこが野球のまあいいところっていうのもあるんですけど、もう限界地点来てるのかなって見てます。でロッテの方もですね、そろそろ井口監督じゃなくてもうロッテ出身の生え抜き監督が来るんじゃないかなっていうのを見ております。そこでどれだけね外野手の監督、例えば投手出身の監督、キャッチャー出身の監督っていうところでですね冷静に分析をしていきますと、やっぱどの監督がですね、どこのポジション出身とかですね、の監督がやっぱ体制してるかなっていうところをですね、見てみたいなっていうのもあるし、楽天のウルトラシーも考えてるんですよ。古田敦也。見てみたい。もう一回見てみたいっていうところもあるし、人材的にですね、今日なんか難しいですね、お話なんですけど、これはまた深掘りしていくんで、まあ、あくまで、まあ、将来っていうかですね、まあ、来シーズンぐらいのですね、監督の予想をですね、もう春先にマシンガン山北話してます。とんでもないこと話してますんですけど、もう一回ですね、今度はセリーグもお話しますし、定期的にこういうお話やっていった方が、ちょっと盛り上がって、まあ、何用とこいつってなると思うんですけど、ラジオ感覚で聞いてもらったら嬉しいんで、まあ、今回は爽やかにっていうわけじゃないですけど、結構
期待を込めて監督のお話をしましたんで、まあ、今後ともですね、マシンガン山北、あのね、アウトゴーイングチャンネルの方よろしくお願いします。アウトゴーイング、おしゃべりマシンガン、山北渡る。I'll be back.